はい、本間敏彦ライディングチャンネルやっていきたいと思います。今日もゴルフですけど、今回ちょっとフロントのねスライドに関して説明しようかなと思ってたら、ちょうど、今、ドイツグランプリが MotoGP やってて、昨日の金曜日のフリー走行かなで、マルケスがフロントから転んでったんだけど、多分3速か4速のまあまあ速いコーナーでさ、クリップあたりでフロントがズバッて滑って、転倒してったんだけど、まあ、ちょうどいいなと思って、説明でね。で、まあ、フロントのスライドの、なんていうのは説明をする、今日はしたいと思うんだけど、その前にですね、ヤマハさんが、なんか、海外のチームとね、に協力してもらって、エンジンの問題点をね、解決して、まあ、成績を上げていくっていうような、記事を読んだんだけどさ、無理です。先に言っときます。エンジンじゃないんで、問題はね。まあ、っていうかまあ、これはエンジンがさ、ものすごく速くて大きなウィング効果を使ってね、トラクションが増えりゃ、まあ、それは、シャーシが良かろうが悪かろうがね、グリップ上がるんで、最高速持ちずにね、よくはなるんだけど、まあ、そこじゃないっていうのがね、何度も言ってるようで、あれはまあ、また、いらん金を、捨てるようなもんですね。で、フロントの話になるんだけど、フロントのスライドって、まあ、この間もちょっと書き込みがあったんだけど、昔と違ってフロントを滑らしながら走るのが今のライディングだって言うんだけど、昔も僕はフロントを滑らして走ってました。世界 GP でトップ争いしてる時は。ただ、大きく見えるか見えないかっていうその差があるんだけど、あのね、今の、ちょっと5、6年前によくマルケスがさ、すんげえフロント長く滑らしてね、こう、立ち直ったり、まあ、スーパーバイクでもあるんだけど、すっごいフロントを長く流して、わって立ち直ってくるっていうのは、すげえな、今時のライダーはって、みんなそう思ってるかもしんないけど、あれは別に、今のバイクを、僕のが、その、現役の当時に乗れば、あのぐらい同じことはできるんでね。どういうことかっていうと、今のオートバイ僕は曲がらない曲がらないって言ってるじゃんね。曲がらないオートバイだからフロントを長く、スライドできる。で、曲がるオートバイは長くスライドできないんだよね。で、これは何度も言ってるようだけど、なんかそれって雲を掴むような話でしょ？それをね、こう、なるほどって言わせる説明が僕なんだけど、自画自賛になってきますよ。で、今のオートバイはね、曲がんないからね、前に長く滑るのね。で、曲がるオートバイはね、外へ滑ってっちゃうタイヤが。だから、長くは滑らせれないんだよね。で、そんなことあるかって思う人がほとんどだと思うんだけど、これをね、わかりやすく説明するとですね、オートバイ、まあ、乗ったことある人しかわかんない。まあ、自転車でもいいわ。ね、ストレート、まっすぐ走っててさ、チャリでもね、ギアをロックさせたらさ、長く滑らせれない？で、ギアロックさせるとね、まっすぐ走っててキューってブレーキかけたらさ、キューってギア長く滑らせれるでしょ？別に曲がろうとしてないからね。じゃあさ、フルバンクでさ、ギアロックさせたらどうなる？一気に外に出ていかない？だから、なんでフルバンク、逆に自転車でバンクね、結構深いバンクでね、リアブレーキかけると、リアが外に出るかって言ったら、旋回力が強い、旋回してるからじゃんね。だから旋回してるタイヤっていうのは、滑り出すと横に滑っていくし、曲がんない状態にある、状態にあるものはね、二輪車は、滑っても前に滑る、前に。ね。
わかりやすいでしょ。だから今のオートバイは曲がんない、あれ見てて、あ、曲がんないんだっていうのはすぐピンってくるわけよ、僕は。あ、曲がってないんだ、あんなことできるのっていうのは。でしょ。だってさ、みんなもさ、そんなさ、レーサーじゃなくてもさ、自転車ビューって走っててまっすぐのところでキーってロックできるでしょ。だけど、バンク中にさ、ある程度ね、寝かしてる最中にさ、リアブレーキロックしたら何が起こるかって、ニャンって一瞬にして横に滑っていくじゃんね。だから横に滑っていかないこと自体が、まあ、旋回してないなっていうのがわかる、まあ、ことですね。だから、まあ、曲がってない曲がってないって、ライダーも言ってるから、まあ、その通りなんでしょうね。今のライダーだからあんなに長く滑らせれるっていうわけじゃなくて、今のオートバイは、フロントが滑ると前に滑るわけよ。ね。で、だから長く滑らせれるっていうことでした。あとね、金曜日のフリー走行を見たら、ヤマハとホンダは、もう、下の方、ってか、下でした。もうほとんど、下でしたっていうか、下の6台ぐらいがみんな日本のメーカー。1台いたかな、アプリリアかなんかが。みんな日本はそこで固まってる。なぜかっていうと前も言ったように、日本のメーカーは、あるメーカーを真似してシャーシを作って、あるメーカーがこけたから、もうこけちゃってるわけよ、みんな。ね。あそこの真似しとけば、噂で聞いたことあるけど、あそこの真似しとけば間違いないっていう、そういう、なんていうのかな、話があるわけよ。もう、メーカー間でね。で、そこが焦げちゃったのわけよ。ね。だから、みんな、超おかしい方向に行っちゃってて、まあ、どうなんだろうね。エンジンが良くなっても、大して成績は出ないと思います。今日はそんなところでゴルフしてきます。それでは。